日本三重県津市三杉町奥津つ三杉町奥津は三重県津市の大技。JR 名称線の終着駅、伊勢奥津駅が置かれている地区であり、三杉町八地と共に三杉地域の中核をなす。津市の南西部、三杉地域の中央部に位置する。雲津川本流とその支流の伊勢地側の交流点付近の山間部にある。雲津川に沿って JR 名称線が通り、 地域の南部に道線の終点、伊勢奥津駅が置かれている。駅前は商店街で商店や公共施設などが立ち並ぶ。商店街の周囲は山林で、山腹には高地がある。北は三杉町八地、東は三杉町下滝、三杉町上、滝、南は三杉町、川上、西は三杉町関ヶ原と接する。 奥津の都市平均気温は、摂氏14.0度で、津市街の摂氏15.4度と比べると低く、伊賀地方と並び三重県内では最も気温が低い地域である。特に冬季は、津市街より平均で、摂氏2度ほど低くなる。一方、降水量は年間2077ミ、mm、リメートルで、津市街の1722ミ、mm、リメートルよりも多く、夏季に津市街との差が顕著となる。 山間部に位置するため、夏季は雷雨に見舞われることが多く、冬季はしぐれや降雪がある。1968年2月16日には、積雪深51センチメートルを記録している。以上の値は、旧、奥津小学校における1901年から1970年までの平均値である。三杉村氏によると、次の八つが奥津八景である。県が、 峰の母雪鏡山の秋月宮城の赤少年仏寺の番昇、羽田の青蘭、和志田の落岩御氏の矢う月瀬の奇襲を靴村は、延元三年に北畑秋義が伊勢国の国師に任じられて、以降、北畑家の所領であった。室町時代の満載事号日記によると、象長元年7月19日に小倉宮聖昇が、 伊勢国史の北畑三政を頼り、奥津に居を構えたという。同日記では、滝の奥、奥津と、猿書と記されている。また、奥津に現存する、念仏寺の境内に立つ大英二年の名がある、宝教院頭には、奥津号の文字が見られる。天正四年に、北畑家が事実上滅亡すると、織田信長、豊臣秀吉の統治下に置かれた。奥津には、 伊勢や伊からの海産物が運ばれ、市場が盛んに開かれたという。近世には伊勢国一主軍に属し、奥津村と称した。奥津村は江戸時代当初、津藩の配下にあったが、現那5年以降は、紀州藩、松坂城代へと変わった。村内の集落に、市場、大久保、上藤箱、大工、谷口があり、波籠を枝里としていた。村高は、 時代や資料によって値が大きく異なり、文禄3年の高町と、元禄豪町では484国余り、上皇4年の県地町では608国余り、天保豪町と、急行急量取調べ町では756国余りとなっている。また、南紀徳川文では、村高754国余りのうちに行の国高は145国余りと、記している。 当時の奥津村は、伊勢本街道沿いの宿場町として栄え、焚木や旗箱を生産していた。宿屋としては、山中や、兜ぶや、終わり屋が古く、魚内、ふるさとや、河内や、中北家、朝日屋が、後世にでき、昭和中期頃まで残っていた。明治2年の大衆で町によれば、一主軍三倉金納所が、奥津村にあった。明治4年の廃藩地県では、 渡たら県に属し、大工小区生果では、第五大工小9の区に割り当てられた。1875年には、奥津学校が開校した。1889年になると、奥津村と、川上村が合併して、八幡村となり、奥津に、役場が置かれた。1895年4月1日には、八幡村役場に、被災警察署奥津文書が開設され、 1926年6月25日に、奥津警察署に昇格した。奥津警察署の管内は、後の三杉村の領域と一致していた。1902年3月、奥津郵便局が開局した。1907年には、山内英五郎が、奥津の自定で普通銀行、山内銀行を開けこうし、山林に投資するなど地域に貢献したが、 昭和金融強行の影響で破綻した。山内銀行の資本金は20万円ほどだったと推定され、伊勢新聞に出向した広告によれば八地に出張所を有した。四日市銀行との合併も取り沙汰されたが、実現することなく姿を消した。1930年、奥津に電話が開通した。1935年12月5日、 名称線の家上伊勢おく館が開通して、伊勢おく駅が開設された。伊勢おく駅発の始発は5時58分で、ちょで飾られた駅舎を、雨上がりの中、汽車は出発した。第二次世界大戦後の1949年には、おくから名張へ向かう三重交通の路線バスが、設定された。この頃のおくは洋食や、呉服や 百貨店と呼ばれたヨロズ屋などが軒を連ね、伊勢奥津駅は木材の積み出しで大いに賑にわっていた。木材の積み出しは1965年の蒸気、機関車のリーれの廃止とともに、貨物の取り扱いもなくなったため、姿を消した。かつては宿場町として栄えた奥津も過疎化が進行し、伊勢奥津駅の乗降客数も減少していった。そこで1990年代後半より、 地元の婦人会が地域振興を機として、紺色ののれんを家ののき先に掲げるという活動を開始した。2006年に市町村合併で、津市の一部になって、以降は行政に住民の声が届きにくくなったと感じる住民が増え、住民の自主的な活動が始まり、2009年3月に古民家を改装して、川瀬美安が開業した。 こうした状況で2009年10月に台風18号が襲来、名称線は土砂崩れや路盤流出などの大きな被害を受け、特に家場伊勢をくつに被害が集中した。そこで東海旅客鉄道は家場伊勢をくつを復旧せずバス転換することを提案したが、住民らは鉄道として存続することを求める署名を11万6千人分集め、 2011年5月に JR 東海は三重県及び津市と協定を結び鉄道の復旧が行われる見通しとなった。鉄道休止中は立ち入り禁止の規制線が線路に引かれ雑草が繁茂する状態となっていた。2013年5月30日に JR 東海は復旧工事に着手し、同年9月22日には名称線を元気にする会が名称線を知ってもらう。 ことを目的に、伊勢奥津駅周辺でコスプレイベントを開催した。同会はマスコットキャラクターとして萌えキャラの奥津遥を採用している。復旧した名称線を伊勢奥津駅へ向かうキハ11系機動車名称線の復旧工事は2016年2月5日に完了し、訓練運転を経て3月26日に家場伊勢奥津間が復活した。 当日の午前9時には出発式が開かれ、式典では三重県知事の鈴木秀隆が同日開業の北海道新幹線を引き合いに、名称線の方が地域に愛されていると挨拶した。一番列車には約250人が乗車し、伊勢奥津駅には3000人から5000人もの人が詰めかけた。2017年3月26日、 復旧から1年を迎えたことを記念するイベントが、伊勢を靴駅前で開かれ、約1000人が訪れた。同年4月3日、寿家庭医療クリニックが、三杉高齢者生活福祉センター内に設置され、診療を開始した。高齢者生活福祉センターの中にあるが、全年齢を対象として、内科、下科、小児科、診療内科の診療に当たっている。文字通り、 上流部の船着城、と船上であることに由来する。古い漢字表記には、おきつ、おけつ、おきつがあり、南方巡視録では、おけ、うととされ、遺跡で、現行表記と同じ、おくつが出現する。2019年6月30日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。百六十九年以降の人口の推移。なお、年以前は、 津市に合併前の推移。また、1995年以降は国勢調査による人口の推移。1748年以降の世帯数の推移。なお、2010年以前は津市に合併前の推移。また、1995年以降は国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 三杉小学校は三杉町奥津にある。奥津に学校が設立されたのは1875年1月1日のことで念仏寺を仮校舎として54人の児童で開校した。奥津小学校は何度も名前を変えながら存続してきたが、1993年に川上小学校、伊勢地小学校と統合して三杉南小学校となり、 同校が石原に設置されたことで一時奥津から小学校が消滅した。その後、2000年に、三杉南小学校が、奥津つ線25番地に新築移転したことで、奥津に小学校が復活し、三杉南小学校と三杉東小学校が東方し2009年に開校した三杉小学校も、旧三杉南小学校の校地を継承した。中学校は、 学生改革により、ヤワタ村立ヤワタ中学校が1947年にヤワタ村立第一小学校へ併設されて開校したが、1950年に新校舎が川上に、竣工し、移転、以後、靴に中学校が置かれたことはない。2015年の国勢調査による15歳以上の就業者数は112人で、産業別では、多い順に、医療、福祉、 製造業、建設業、卸売業、小売業、農業、林業となっている。伊勢奥津駅前の商店街には、1980年代までは、一般商店のほか、酒造、樹脂、繊維、製材の工場が軒を連ねていた。奥津は、三杉地域の商業の中心地であり、名称線の終着駅を要する地区として、他の地区より飲食店が多いという特徴があった。 2014年の経済センサスによると、三杉町おくの全事業所数は27事業所、従業者数は136人である。具体的には総合工事業が5、小売業と医療、福祉が各4、洗濯利用、美容、浴場業、地方公務が各3、保険業、複合サービス事業、宗教が各2、食品製造業と、 学校教育が各一事業所となっている。全27事業所のうち21事業所が従業員4人以下の小規模事業所である。奥津の酒造会社、稲森酒造は、江戸時代末期に創業し、稲の玉や出世、鶴の銘柄で、日本酒を醸造。2004年には、当時が現代の名工に選ばれたが、2011年12月19日に、 事業を停止し、自己破産した。2015年の農林業センサスによると、三杉町おくの農林業経営体数は19、経営体、農家数は41個、高地面積は畑が13ヘクタール、田が6ヘクタール、樹園地が2ヘクタールである。千三杉町は、三浦市音の小説、神様な,あなあ日常の舞台である、神木村のモデルとなっており、 主人公の平野勇気が降り立つ終着駅は伊勢奥津駅がモデルになっているとされる。映画版のウッドジョブミ木ナーー日常は三杉町でロケーション撮影が行われ、2014年の夏に津市の主催でロケ地巡りのバスツアーが組まれ、当時運行休止中であった伊勢奥津駅がバスの発着点となった。主や江戸時代の旗子の雰囲気を持つ建物で看板は 大正時代のものである。伊勢奥津駅で降り立つ旅人の多くは駅前から伊勢本街道のウォーキングに出る。駅前にある特定非営利活動法人コルチカムの里で電動アシスト自転車の無料貸し出しを行っており、これを利用して見杉ぎ地域を巡ることもできる。1990年代後半より奥津塾の賑わいを取り戻そうと地域住民が民家の軒先に 紺色ののれんを掲げるという活動を行っている。のれんを掲げる家は7軒から始まり、2012年には約100軒まで増加した。のれんの制作は、婦人会のメンバーが手掛け、デザインは家主の意向を反映しているため一軒ごとに異なる。奥津塾にある、ヌシアというもと、よろずやは、町角博物館に認定されており、予約制で店内を見学することができる。 主屋の名は、奈良県の吉野地方から奥津へ移住した人が、主屋として創業したことに由来する。辻伊勢奥津瀬靴駅前観光案内交流施設、日溜り2009年3月には、伊勢奥津駅前の古民家を活用して、交流施設、川瀬宮が開設され、休日に、アマゴの甘露煮などの特産品販売とお茶の振る舞い、予約制で、 三杉地域の特産物を詰めた弁当の販売を出掛ける。川瀬見安開店から半年で、名称線が運休に入り、利用者はほぼ地元住民となった。2014年4月1日には、津市伊勢奥駅前観光案内交流施設を伊勢奥駅の駅舎の隣に、津市が開設し、観光案内と特産品の販売を行っている。さらに2016年6月には、 大阪府堺市からの移住者が古民家を活用してカフェ、洋流の音を開店した。名勝線の運行再開後は、伊勢奥津駅を三杉地域の観光の出発点とする取り組みが行われており、住民団体主催のウォーキングツアーや図紙当局による無料バスの運行などが実施されたほか、伊勢奥津駅を会場とした無料のジャズライブやマコモ収穫祭なども催された。 運休前は、名称線の1日の利用客が90人まで落ち込んでいたが、2016年には190人まで回復した。伊勢奥津駅2005年に新築された。奥津交差点国道368号と三重県道15号被災未杉線の交点である。JR 名称線が雲津川に沿って付設されており、同線の終点、伊勢奥津駅がある。 2016年3月26日の名称戦、運行再開当日は3000人から5000人が訪れて混み合ったが、普段の駅前はひっそりとしている。1日の運行本数は、伊勢奥津発の上り列車が8本、伊勢奥津木の下り列車が7本である。終電の発車時刻は18時58分である。開業当時の運行本数は8往復で、 第二次世界大戦中に4往復と半減、1947年1月に午前と午後の2往復まで削減されたが、戦後復興が進むにつれて3往復、4往復、6往復と増発していった。2018年現在、三杉町お津には、三重交通と津し、コミュニティバスが乗り入れており、境橋、川上口、お津駅前、伊勢お津駅前、 津市家庭医療クリニック北、並加後、三杉小学校前の6つのバス停がある。伊勢奥津駅付近を国道368号が通り、この国道から分岐して北へ向かう三重県道15号、被災三杉線と南へ向かう三重県道695号、奥津伊田河川がある。奥津警察官駐在所白山消防署三杉文書、死雲山念仏寺。ありがとうございます。